はい、今ですね、Amazon の防災グッズ、見てるところです。はい、皆さんこんにちは。スマイルマイルです。岐阜県蟹市の音楽教室スマイルミュージックアーツで初心者ギターの方を対象にサポートさせていただいております。ギター担当の大野です。よろしくお願いします。今ね、ちょうど防災グッズを購入しようと思っていろいろ見てたところなんですけど、年明けから大きな地震が来て、改めてね、本当に地震の怖さを思い知って、それと同時にね、どれだけ準備してもね、準備が足りるってことはないんだなっていうのを改めてね、痛感しました。で、うちの教室でもね、小さな生徒さんも見えるし、ご年配のね、シニアの方も見えるので、実際レッスンしてる時とかに大きな地震があったら、ピアノとかね、重いものもあったりするし、どういうふうにね、避難するのかとか、そういうことまでね、いろいろと考えて、日々暮らさなければいけないなってことを改めて思いまして、で今ちょっとね、防災グッズとか改めて震災とかの対策とか、どうするかってことを考えてたんですけど、まあ、今これ購入しようかなと思ったものとかいろいろあったんですが、まあ、僕自身がね、あんまりこういうのに知識があるわけではないので、まあ、よく皆さんがこれいいよとか、まあ、今話題になってますよとかって言ったものを見たりしてるんですけど、まあ、実際に結構買ってる方も多いみたいなので、もしね、この動画とか見て、あ、もうその、商品持ってるよとか、使ったことあるよとか、もしくは、その商品よりこっちの方が良かったよとかね、何か知識ある方いたら、よかったらぜひね、コメントとか、直接のメッセージでもいいですので、何かね、ご教授いただけると嬉しいです。いろいろとアドバイスが欲しいなと思っているところなんですよ。でただね、自分で選んで買うのはいいんですけど、やっぱりいろんな方の意見聞いてね、実際にいいなっていうものをセレクトしたいなと思ってまして、で今僕が、一番最初にね、購入しようかどうかっていうのが、まあ、今回の震災でも、一番最初にね、困ったこととしてニュースで、まあ、被災地ではない、僕らの方にこう届いたニュースとしては、トイレに困っているっていうのが最初に、聞いた内容だったと思うんですよ。で、実際はそのトイレよりも困ったこともあったかもしれないんですけど、まあ、被災地ではない僕らのね、ところに届いてきたニュースでは、避難所とかのトイレに困ってるっていうようなのを見たのかな。で、確かにトイレってね、場所さえあれば大丈夫だって一瞬思うんですけど、地震が来た時とかってやっぱり水も止まっちゃうらしいんですよね。そう。で、確かにそうだよねってことなんですけど、なんかその停電はするかなって思うんだけど、なんか水が止まるっていう感じってあんまりしないですよね。だけど確かにその水も止まるんですよね、断水してしまうと。で、忘れがちなんですけど、確かに断水したら水が流せないんだね。トイレすることはいいんですけど、流せないってことは溜まってっちゃうもんね。そう、だから衛生的にも問題も出てくるし、疫病が発生してしまったりとか、病気が蔓延してしまう可能性もあるんですよね。だからこのトイレっていうのは我慢できないものなので、絶対に困るだろうなと。で、まあ、僕自身はよく釣りに行ったりとか、まあキャンプとかそういうのもあるので、その、まあ、簡易トイレっていうものはね、いくつか今まで買ったりとか使用したりしたことあったんですけど、まあ、今回改めてこの非常用トイレっていうのを、まあ、家族とか、まあ、生徒さんとかいる時にしばらく1週間以上はね、守ってあげれる分ぐらいはちょっと用意した方がいいかなってちょっと思ってます。で、今僕が見てるのが、まあ、ネットでもね、すごく売れてるみたいだったんで、ベストセラー1位って書いてある。まあ、実際どうなのか分かんないけどね、こういうのも。僕が見てるのが、この防災士が監修って書いてあるやつなんですけど、まあ、防災士が監修してるっていうことなので、いろいろと災害に詳しい知識の方が、まあ、いろいろとね、アドバイザーとして入ってくれてるってことだと思うので、結構いいんじゃないかなと思ってるんですが、どこでも簡単トイレ、トイレの女神プレミアムって書いてあるやつなんですけど、金額がね、50回分で3980円っていう、まあ、要は袋だよね、黒い袋に凝固剤がセットになってるっていうことなんですけど、で、凝固剤っていうのは結局用を足した時にその水分を固めるものなので、凝固剤がないとまたそれはそれで困っちゃったりするんですよね。その袋に入れれたかもしれないけど、液体としてこう残っていってしまうので、だからしっかりとこうすぐにこう固めれた方が良かったりするわけなんですけど、
だからこの凝固剤っていうのがね、必要になるということで、まあこの50回分だから1人で使うと大体1週間分っていうことらしいんですけど、大体だから例えば夫婦とかだったら、1週間でいうと100回分ということで、2人で100回分7日っていうことで6980円とか出てるんですよね。だからこういうのを、100回分っていうのを、4つか5つぐらいセットで買おうかなって思ってるんですけど、皆さんどうですか？このどこでも簡単トイレっていう商品使ったことはありますか？一応ねベストセラー1位って書いてあって、過去1ヶ月で5000点以上購入されていますって書いてあるんで、結構ねこのアマゾンの中では一番売れてるんじゃないのかなこれ。で評価も2201個の評価があって、4.3 以上ということでね、かなり評価が高いと思いました。で防災士が監修してるということで、まあ専門家がねアドバイザーとして入ってるってことだから、いろいろとね使い勝手とか用途を、満たされてるものなんじゃないかなと思ってるんですけど、でただこのね袋と凝固剤だけでも困るかなっていうのもあって、まあ男の人だったらまだいいんですけど、女性とかだとやっぱりね座ってしたいとか、まあ周りを隠したいとか、いろいろとまた問題が出てくると思うんですけど、まあそういうのも考えてね、簡易トイレっていうのもセットで買おうかなと思ってて、でまあ女性に人気があるものが比較的いいんじゃないかなと僕は思ってまして、というのがまあ男性目線のね、用意をしておくと女性が困ることがあると思うんですけど、女性目線でこういう準備をしておくと男性は困ることはよっぽどないと思うんですよ。サイズぐらいだと思うので、だから女性に人気がある商品の、サイズがちょっと大きめのを買おうかななんて思ってるんですけど、それがねキャンプ女子とかにも人気があった、これも防災士が監修してるっていうものでスツーレっていう、簡易トイレです。なんかボックスみたいなやつね。でこれなんて読むんだろうね、 DAJIE っていうメーカーなのかな、なんですけど スツーレっていう商品ね、これが結構ね女の人人気があるみたいなんですけど、これもベストセラー1位って書いてあるね。過去1ヶ月で2000点以上購入されましたって、494個の評価、これがね3690円でボックスになってるんですけど、でこれがいいなっていうのが、その簡易トイレとして使えない時に部屋にその簡易トイレが置いてあると、ま、デザイン的にもその見栄え的にもあんまり良くないじゃないですか。なんですけどすごくねおしゃれなねかっこいいボックスなんですよ。男の人も好きそうな、なので普通に何かを入れているボックスに見えるんですよね。そうだから簡易トイレを置いてるって感じにならないのがまずいいよねっていうところが日常の中では得するところかな。でそれと同時に、まあ、いろんな商品とかをね中に入れたりするボックスとしても当然使えますし、まあ、折りたたんでしまっとくこともできると。でそれでいてね椅子としても使える、ものになってるし、台としてねその上に乗って立ったりすることもできるような頑丈さもあるんですよ。で、まあ、もちろん防水ですし100キロまで耐えれるのかな。そうだからこれはねすごくいいかなと思いました。で軽量だけど、まあ、しっかり座れたりするっていうこと で一応ね10枚分ね処理袋がついてるそうなんですよ。ただ凝固剤とかはついてないということだったので、まあ、さっきのね同じく防災士が監修している非常用トイレの、プレミアムトイレの女神っていう商品をセットで買えば、とりあえず水が流れない時でも凝固剤とその袋と、簡易トイレでなんとかなるかなっていうことで、ちょっとこれを用意しようかなと思ってます。で、一応ねその僕が今見てるもので、買おうと思ってるものがどういうものかを直接見たいっていう人は下にリンク貼っときますので、よかったら見てみてください。でさらにねその商品はもっとこっちの方がいいよとか、その商品はとても良かったよとか、いろんなねアドバイスとかいただけたら嬉しいです。一応買うのちょっと待って、皆さんの意見がもし来るようでしたらそれ見てから買おうかなと思ってます。でもし皆さんからねコメントやメッセージがなかったらもう自分で決めて買おうかなと思ってるんですけど、でもう一つがその防災用のラジオ、そうでこれもね今回のやつを見て思ったんですけど、まあ、当然ね情報社会なんで情報が全てだったりするわけなんですよ。命のね分かれ目になるところも情報だったりするんですけど、
まあ、何分ですね、この地震とか災害が起きた時には情報が寸断されてしまうということで、で、まあ、自衛隊の方のその何て言うんだろう、衛星電話を借りてその孤立した集落の方たちが電話をしたりとかしてるのを僕動画で見たんですけど、でああいうのを見た時にやっぱり自分でねこう発電をしたりとか、災害の時でも使えるラジオだとか、電池も充電が、まあ、ソーラーでできるとか、そういったものをねいろいろ備えている防災用のラジオっていうのもやっぱりいるかなと思って、でいろいろ探してたら今の防災ラジオすごいですね。今僕が思ってるのが、このセーフティープラスっていうのを買おうかなと思ってるんですけど、セーフティープラス防災用ラジオっていうね、で、まあ、どれも大体似たようなものなんですけど、まあ、びっくりしたのが懐中電灯ついてんだね今のねこの防災ラジオって。で懐中電灯も何段階とかこう変えれることによって、例えば手元をこう照らしたい時のライトとか、辺りを照らしたい時のライトとかを変えれたりとか、明るさ変えれたり、あとラジオもいろんなものをねこう受信できたりとか、あとは、電池をね、なんて言うんだろう、自分のそのスマホとかを充電したいという時にこの充電器としてもまあ使えたりとか、手回しでね自分で充電することもできるということで、天気とか関係なく自分で充電するってこともできるし、まあ、仮に、体がうまく動かない時でも太陽を遮ってれば太陽でソーラー充電できるとか、いろんなねことに対応してます。あとは乾電池があれば、まあ電池が、なんていうのかな、充電とかしなくても使えるとか、そのあたりがとてもいいんじゃないかなってことで、このセーフティープラスっていう、ものですね、色も赤色でなんかかっこいいなと思ってて、防災用ラジオ、これを買おうかなと思ってるんですけど、これが4980円なんだよね。これが高いのか安いのかよくわかんないんですけど、どうなんでしょうか。でもう1個2個と見たものが、それよりも安いものもあったんですよ。でこれは緑色のものなんだけど、これ緑色で結構かっこいいなと思って、これ中国製のものなのかな、これはですね防災グッズのラジオ、そうだね、緑色のものもあるね。これ2680円って書いてあるな。まあいろいろとね、その充電したりするところも USB の形がいろいろになってたりとか、いろんなね機能がついてるみたいなんで、この防災ラジオっていうのも買いたいと思うんですけど、どれがいいんだろうね。まあ防災ラジオっていうものがね、まあソーラーで充電できるものとか、まあでもソーラーもね一応ついてるんですけど、そんなにこう充電ができるっていうのは期待できないような気もするんですけど、まああと自分で発電するもの、回してねハンドルを、でこれもまあ本当にこういうのが必要な時に、まあ自分が健康であれば回せれると思うんだけど、まあ1分2分とかはこうやってガーって自分で思いっきり回さないといけないんだね。で僕はこういうの発電するやつをやったことあるんですけど、結構重くて、まあ子供とか女性は結構疲れるんじゃないのかなと思うんだよね。だからどれぐらいできるかっていうのもあるんだけど、だからその分そのなんだろう、電池でも使えますっていうものだとありがたいよね。電池も最初から入れとけばさ、いざという時に電池があればそのまま使えるわけですから、で、まあそういう電池も使えるっていうものがいいなとは思ってます。まあいろいろ見るとおしゃれなものもあるんですけどね、防災ラジオで、いろいろとねあります。まあどれがいいのかなと思ってるんですけど、まあ僕は今おしゃれさとかよりもその機能的にいいなって思うもののがいいかな。あとは電源ですね。そう、電源、ポータブル電源で、これはまあ、コロナの時のキャンプとかでも流行ったんですけど、まあ、よく出てきますよね。僕が今、今回になってやっぱり買おうかなと思ってるのがですね、 EBL のポータブル電源 1000W ってやつですね。でこれが結構たくさんの方が、まあ、購入したりとかレビューされてると思うんですけど、まあ、インスタとかでも紹介とかでインフルエンサーの方がしてたりとか、
YouTube とかでも出てきたりしますけど、これをねちょっと僕も買おうかなとか真剣に考えてます。でちょっとね前は高いなと思ってたんですけど、今はねちょっと安くなってるんだよね。クーポンがね25,000円オフのクーポンがあるんですよ。これ大きいよね。で今税込みで85,800円って、そんな高いんだって思うんだけど、85,800円で25,000円オフってことだから、まあ、6万円ぐらいになるんだよね。でまあそれでも高いは高いんだけど、まあこれでね、車中泊とか、アウトドアとかキャンプにもまあもちろん使えるんですけど、いざという時にね、いろんな電力を取ることができるっていうことで、まあ、本当にね停電したりした時に電力が取れるかどうかで、いろんな人の命が助かったり、いろんな可能性が広がると思うんですよ。で逆にそういう可能性があって、そこに6万円でそれが広がるなら、これはあってもいいのかななんてちょっと思っちゃったりしてるんですよね。でこの EBL は、まあ、何がいいかっていうと、いろいろいい部分あると思うんですけど、僕はまずねこのデザインが好きで、でデザインとかねおしゃれかどうか関係ないってさっき言ってたんですけど、まあ今ねこう見ててオレンジ色いいなとか思って、でワット数パワーは1000ワットっていうので、まあ他社のものも1000ワットのはいくらでもありますよね。で重量がね 8.5 キロっていうことで、ちょっと他の会社さんよりも軽めなのかな、僕がもともと見てたところのよりは軽いのか。あとワイヤレス充電は 10W っていうことで、ワイヤレスで充電できるんだね。あとは非常用ライト LED ライトはついてます。でやっぱりこのライトもついてるっていうのはやっぱ大きいよね。だってさ暗闇の時とかにその電源取りたいって言ってもライトがついてなかったら見えなかったりするもんね。だからライトと電力と情報はやっぱり全部セットであった方がいいよね。さっきの防災ラジオもそうだけど、であとは最大10台同時に充電できるとかね、すごく良さそう。そうだね。でどれぐらい使えるかっていうところをこれ見てたら、例えばコーヒーメーカーだとこれ1台で56回も充電できるんですよ満タンに。あとはスイッチとかああいうゲームだと53回分マックスでフルに充電できるぐらいです。でスマホだと84回分だから、1日1回充電する人でも84日間、使えるってことだよね。あとカメラだとデジカメとかああいう一眼レフとかでも60回電池が充電、満タンにできたり、ドローンとかだと9回とか、ラップトップとか、まあ、こういうね類のパソコンとかそういうものだと20回充電満タンにできるってこと。これかなり使えるよね。これだけ充電できるぐらい、電力が取れるってことは、しばらくねこう孤立したりとか助けに来てもらえない時に電力が必要になってもしばらく使えるよねこれでね。この電気が使えるかどうかっていうのはものすごく大きいもんね。だから電気ストーブとかさ、電気で動くもの、そういうものを動かそうとした時に、これがあれば、まあ、使えるっていう風になればね、また暖を取れたりとかいろいろ変わると思うんですよ。だからいろいろとね体を守るための、道具とかがいろんなパターンで残ってた方がいいと思うんですよね。灯油ストーブがあるとか、だから灯油ストーブもねちょっと買おうかななんて思ってるんですけど、灯油ストーブがあったり、まあ、炭のようなものでね、暖を取ったり、電気が使えるなら電気ストーブとかも使えるよねとか、こたつみたいにもできるよねとか、いろいろと使えるものがあった方がいいですよね。やっぱりこれはねオレンジ色でこのデザインがとってもかっこいいんだよね。だこの EBL のポータブル電源が欲しい。それと同時にですね、僕が購入しようか迷ってるのがこの EBL のソーラーパネルで、まあ家のね屋根にソーラーパネルつけてる方もいると思うんですけど、実際にねこの充電器があって充電がなくなったらまた充電しなきゃいけないんだけど、そのソーラーパネルでも一応充電できるんですよ。でそれと同時にこの別途あるこのソーラーパネル EBL の 200W 折りたたみ式太陽光パネルですね、これをまた別途買って
って充電しながら使ったりとかしてもいいかもね。あと天気がいい日だったらずっとこれで充電しとけば発電できるでしょ。だからセットでね、このソーラーパネルと一緒にこの EBL のポータブル電源も持ってた方が良さそう。ただちょっと高いんだよね。このソーラーパネルはね、200ワットのが 47,999 円、僕が今見てるやつね。これも一応クーポンで 18,000 オフのクーポンが適用できるってことなので、これもだから3万円弱になるのか。あ、これいいね。だからソーラーパネル200ワットが、3万円ぐらいになるでしょ、クーポン使うと。で、ポータブル電源が、2万5000円オフになるってことなんで、6万円ぐらいになるってことで、約9万円ぐらいか。まあ高いよね。ということで、ちょっと悩んでいます。まあいろんなタイプのね、もっと安いものも含めて、いろんなポータブル電源とか、ソーラーパネルっていうのが出てるんですけども、正直どれがいいか分かんないんですよ。で、どうしようかなと思うんですけど、今僕が気になってるのは、いろいろと用途とか内容を見てみてもね、この EBL いいかなとか思ってるんだけど、もうすでに持ってる方もしいたら、よかったらレビューというかアドバイスいただけると嬉しいです。はい、こんな感じかな。今だから僕が追加して、改めてね、すぐ購入しようかなと思ってるのは、簡易トイレと、簡易トイレの、中の袋と凝固剤の種類、あとはポータブル、電源と、ソーラーパネル、それと同時に、防災用のね、災害用ラジオっていうのかな、これも全部ライト付きで、手回し充電や乾電池でも使える、あとはソーラー充電もできるっていう、そういうタイプのね、スマホの充電もできるタイプのものに、しようと思っています。皆さんもね、いろいろと食材とか、物が倒れないようにするための、対策とかもされてると思うんですけど、うちもね、いろいろとこう冷蔵庫とか今のこう取っ手みたいなので、こう上と下からこうやって挟んだりとかして、こう倒れないようにはしたりとか、してってるんですけど、ピアノもちょっとね、倒れないようにこれやらないといけないよね。こんなん倒れたらめちゃくちゃ重いからね。ここら辺もちょっと対策をちょっと考えなきゃいけないなと思ってます。あとは電力が取れるようにしときたいかな。そうですね。あと食材はね、これはもう定期的に、購入したりして、水も含めてローテーションしてるんですけど、これももうちょっとね、古くなってきたんで新しく買い直さなきゃいけないかもね。ということで、今日はね、防災グッズについてのお話とかをしながら、動画を進めさせていただいたんですけど、ぜひ皆さんの中で、こういう、商品、防災グッズ持ってたらいいですよっていうものとかあったら教えてください。いろいろとね、準備は怠らずにしていった方がいいかなと思うので、皆さんのアドバイスとかを聞きながら、僕も、しっかりと準備を深めていきたいなと思ってます。皆さんもね、今年まだいろんなことがあるかもしれないんですけど、みんなで協力して、災害に負けないようにね、そして病気に負けないように健康に、やっていきましょう。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。岐阜県可児市の音楽教室スマイルミュージックアーツでは、現在アコースティックギター、発声ピアノの生徒さんを募集しております。こちらの QR コードから当教室の公式ウェブサイトをご確認ください。動画やチャンネルが気に入っていただいた方は、こちらのスマイルマークをポチッと押してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。